まずは赤コーナーから見てまいりましょう。赤コーナー、藤本凪のスコアは？先方と次方の合計得点を合わせて最終的な合計得点となってまいります。赤コーナーの先方は田園調布双葉高等学校チームマーガレットの深澤レノン。青コーナー、聖徳学園高等学校チームビバップの先方黒木浩二郎。花を生ける時間は5分間。それでは参ります。 Ready? スタートいたしました。さあ両者深々とですね礼をしたところから、このスタートして参りました。男子が左側から同段数です。さあそして、一方の深澤レノ青い花、さらにはオレンジ色のダリア集めて参ります。さあ戻ってまいりました黒木浩二郎青コーナー。さあその黒木が同段筋の枝を受けてまいります。さあこれを切っていこうというところ少し切り込みを入れて一気に折りました。枝の表情をよく見ながら受けてまいります。モンステラです。モンステラのこの葉を受けていこうというのが、この左側赤コーナー深澤レノン。さあそれぞれがですねもう皆さんもここまでご覧いただいて、よくお分かりだと思います。確かな技術力があります。センスがあります。勢いがあります。自信もあります。そしてここまで本当に一生懸命に、花を生けてきたこの両者であります。まあ、その両者がどんな、花生けこの決勝戦で、見せてくれるのでしょうか。向かって左側が田園調布双葉深澤レノ、そして右側が青コーナー聖徳学園高等学校チーム黒木浩二郎。さあその黒木が今度はこの同段筋から椿の枝を登場させてまいりました。さあその椿の枝を受けてまいります。やはりダイナミックに受けていきたい、そんな思いを、感じるこの前半の滑り出しでございます。さあその一方で丁寧にそして華麗に何よりも、同時にですねこの思いを込めて花を生けよう、花を束ねる、花を一歩ずつ生ける、そこに思いを託しておりますチームマーガレット深澤レノ。一本一本を本当に丁寧に美しゅうかのごとく花を生けてまいります深澤レノ。さあその深澤レノが青色の花デルフィニウムを生けます。さあ枝が後ろに傾いた、枝が後ろに傾いたのが黒木浩二郎。さあ黒木がここで動きます。動きましたヘコニア。ここでヘリコニアを生けていきます。さあ全体の形をよく整えながら参ります。深澤レノがさあこれはいけました。やはりですねなかなかこの大小の花のバランス、さらには色のバランスというところに、絶対的なこのですねこのうまさがある、このうまさがある、そのうまさがしっかりと見せられている深澤レノチームマーガレット。花をいけます。その目は真剣そのもの。さあ走ります。走りました。その後ろ黒木浩二郎が左から右へと走りました。その先にあるのはエレムレス。エレムレス手に乗り戻ってまいります。さあエレムレスを手に取り、おっと後ろにあったこの枝を一気に戻します。さあそしてそのエレムレスの表情を整えます。全体的にこの右側に大きく傾きながらですね勢いのあるそんな表情をボリューム感豊かに、見せようというところ。ここでハイブリッドスパージス登場黄色だ。さあスタージスが登場いたします。スタージスをまとめて一気に参ります。まとめて一気に逃げてきたスタージス。
のダリアを生けてまいります。1分30秒。さあ、そのダリアを丁寧に生けて表情をまとめてまいりました。さあ、走る深澤レノが走りました。さあ、黒木がその後を追いかけてまいります。さあ、黒木が追いかけてきた。さあ、黒木が手に取ったのは四角砲だ。この木が四角になっているところから四角砲と呼ばれているもの、この四角砲を手に取りました。さあ、深澤は何取る。深澤はここで、おお、同じく四角砲だ。さあ、四角砲、同じ草花、一瞬ちらりと見ました。深澤レノ、黒木浩二郎を一瞬ちらりと見て、そして戻ります。さあ、ここで一斉に行けてまいります。深澤レノ決勝戦、まずは先鋒戦。さあ、この四角層を行けてまいります。やはり落ち着いている。丁寧に行けます。焦りはない。落ち着いていく。ピンク色の花、バラも入ります。動きます。もう一回行きます。深澤レノ最後まで諦めない。さあ、両者とも最後まで諦めない。まだ30秒。とー、クラッときた。メダリスト来たぞ、クラッキーコーチロー。さあ、そして赤色のアランティア、アランティア登場させます。さあ、ここで動いた。クロッキーコーチローが最後に手に取るの。あれかやしか。その後ろ、ガマだ。ガマを手に取った。さあ、ガマ手に取って、後ろから行きます。深澤レノ周りを綺麗に片付ける。深澤レノ落ち着いていた。最後まで乱されることなく冷静に花を引き続けました。赤コーナーの深澤レノ、一方の黒木浩二郎、この長い枝、そして横に張ったこの銅弾筋に、途中何度も振り回されました。赤か青の札を。それでは頭上高くに、どうぞ。では発表いたしましょう。赤コーナー深澤レノのスコアは236ポイント。青コーナー黒木浩二郎のスコアは183ポイント。ここで50点差がついてまいりました。さあ、その50ポイントを追いかける形となってまいりました。青コーナー清則学園高等学校チームビバップ、それでは次方にそれぞれバトンタッチをお願いいたします。